透明は太陽の塔です。続きまして、会場には非常に大きな報道陣、本来のメディアも集まっています。そして今、完全に石原前文献的に上がりました。第三極の解散は近いと感じているんでしょうか。今日、石原さんが中心の党、では、既存の大政党に対抗するですね、これは旧軍だ、古い軍隊だ、私たちは新軍としてね、新旧の戦いを挑みます。じゃなかったら、この日本は変わらない。どうぞよろしくお願いいたします。私は日本は第二のね、チベットにしたくない。でね、尖閣の問題にしてもそうですよ、同じことがね、スプラトリーとか南シナ海で起こってるでしょ。この被害に遭ったフィリピンでありベトナムなんですよ。なんで日本の外交をしっかりしたらですね、中国のね、シナのね、要するに海における覇権主義というものを阻止するためのね、同盟内連帯というのをなんで提案しないんですか。時事通信社の近藤と申します。記者クラブの管理者として2点お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。多数、出席いただきまた、貴重なご意見をいただきます。